ばんは、おみやです。今日はですね、宇都宮市にある中華そばりんぼしさん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、平出工業団地付近国道4号線、極楽の湯さん近くの交差点を遊郭さん側に曲がり、アンダー出口をすぐ左に曲がり、少し走ったところにあります。2021年12月10日にオープンした中華そばのお店で食券制です。店内前の入り口に食券機があります。店内はこのようになっていて、カウンター席、小上がり席があります。メニューなんですけれども、塩と醤油の中華そばとつけ麺セットメニューで、チャーハン、チャーシュー丼、九条ネギ丼があり、単品メニューもあります。私は豪華特製鶏中華そば塩1190円のチャーシュー丼のセット260円、なりパンは鶏つけ麺醤油850円にセットのチャーハン290円を注文しました。ちなみにラーメンの大盛り無料で、つけ麺は太麺なので提供に少し時間がかかります。卓上には胡椒、特製酢が置いてあります。さあやってきました。私の豪華特製鶏中華そば塩とセットのチャーシュー丼、そしてなりパンの鶏つけ麺醤油とセットのチャーハン、いただきます。つけ麺の具材ですが、海苔、九条ネギ、ナルト、チャーシュー、お先メンマが入っています。スープですが、鶏ガラベースが全面にガツンとくる醤油で香ばしさがあります。麺は平打ちの手もみ麺です。麺はもっちりして弾力があり、喉越しがありました。長谷博先生のように腰をくねくねしたくなりますまさに一番星ですね。そしてチャーハンなんですけれども、具材はネギ、チャーシュー、ナルト、卵です。これ感じ、俺の求めてたチャーハンチャーハンは香ばしくパラパラしていて、一粒一粒しっかり味がついていて、醤油の香ばしい香りが鼻から抜けます。これぞ王道のチャーハン。理想のチャーハンですね。自分が食べなかった最高のチャーハンですね。パラパラを踊りたくなりました。豪華特製鶏中華そば塩なんですけれども、具材は海苔5枚、九条ネギ、ナルト、チャーシュー3枚、穂先メンマ、半味玉2個が入っています。スープですが、鶏の旨味、そして優しくまろやかな味わいで、とても私好みの味で、うみやーです。麺ですが、こちらも平打ち麺、もちもちで風味がいいです。穂先メンマはシャキシャキで風味がよく、チャーシューは柔らかく燻製でスモーキー、卵は黄身と白身の味のバランスがいいです。チャーシュー丼ですが、チャーシューが1枚と細かいチャーシューと九条ネギが入っています。ごま油の風味の醤油ダレに九条ネギの風味がたまりません。ラーメンやチャーハンに入っている九条ネギの存在もすごいです。豪華特製鶏中華そば塩とチャーシュー丼、まさに明るく激しく新しく、そして美しく、女子プロレス団体スターダムのようです。私はうなぎさやか選手と中野タム選手が好きです。長谷先生にジャイアントスイングされたいわね。そういえば中華そばりんぼしさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。近くに第二駐車場もあるらしいので、店員さんに聞いてみてくださいね。おみゃーとなりパンくんにはジャイアントスイングされたくないわね。控えめにドラゴンリングインでいいわ。私はとにかく中華そば塩とチャーシュー、九条ネギが最高でした。なりパンくんも大満足で、特にチャーハンがお気に入りのようです。そしてわがままなりパンくん、味玉が食べたいと私の味玉を奪っていきました。非常に憎たらしいですね。つけ麺のスープに特製酢を入れて味変、味が引き締まり、唐辛子のピリ辛さもたまりません。最後に割りスープを入れて完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、中華そばりんぼしさん、私好みの中華そば塩、大変満足しました。そして今回も素敵なコメントをいただいております。焼きそばはテイクアウトに限りますね。おみやさんの食レポが上手になって、ひこまろさんを超えましただなんて、いや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 、ひこまろさんには足元にも及びません。あまりにも焼きそばが香ばしかったので、まさに食べるおこやなんちゃって。といったわけで、他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。